はい、どうも、ワクトノサです。今日はですね、フィンガースタイルを強化していきたいと思います。曲はビクトリーラグというラグタイムな曲です。で、いろんな人がカバーしてるんですけど、ドッグ・ワトソンっていう盲目のギタリストがよく弾いてたみたいですね。で、ラグタイムはですね、19世紀末から流行してきた黒人音楽に影響を受けた音楽ジャンルらしいです。こういうとすごいかっこいいんですけどね。で、このラグタイムギター、フィンガースタイルの練習にすんごくいいので、もう、あ、聞くみたいな感じで聞いてくるので、まあ、ぜひね、聞いて弾いてみてください。では解説していきましょう。カポは2につけます。2につけちゃいます。で、最初はですね、もう本当にゆっくり弾いて、指の形とかリズムをね、確認することから始めていきましょう。でね、この C とか E7 とか F とか出てくるんですけど、だいたい普通のなんか J-POP とかソロギターするとなんかこうコードがあるのに、こう変な押さえ方しなきゃいけないんですけど、この曲はですね、 C って言ったら C 押さえてこう指をちょっと変えていくみたいな感じなので、まあそっちはそういう感じでは簡単だと思います。では弾いていきましょう。まずポイント1つ、この C のとこですね、1弦の3フレットと6弦の3フレット同時に動かすとこがあります。ここね、意外と窮屈です。最初弾けないと思います。僕も昨日ちょっとつまずいたんですけど、今日朝起きたらですね、弾けるようになってました。だから、まあ、ここ弾けなくても、特にわあここスムーズに弾けねーって言っても、暗くならずにいずれ弾ける、いずれというか、こう時間経ってば弾けると。まずはこの指のストレッチだと思ってグイッとやってみてください。ここ、G の2弦4フレット、ここね、ちょびっとだけチョーキングしてあげてください。イーンーンと、エレキみたいにワーンってやらなくていいんで、軽くやってあげるとちょっと雰囲気がかっこよくなります。で、もう一回、ブンチャ、みたいな感じですね。今のがこの曲のテーマみたいな感じで、次が違うメロディーになりますね。この E7、あんま出くわさないかもしれないですけど、たまに出てくるので、ぜひ押さえ方慣れてみてください。ここ注意ですね、 A7、よく、まあ、ソロギターとかこういうギターって、まあ、ベース音とか押さえる時が多いんですけど、この A の時って A の開放から始まるじゃないですか。こういう時ってね、なんかわかんないんですけどね、ミスが多くなります。すごい弾きづらく感じますけど、まあ、これも慣れが必要ですね。で、もう一回テーマに戻ると、ジュラーン、ジャーンみたいな感じですね。まあ、だから最初のテーマが弾ければですね、楽しめると思います。でですね、これ、今のはゆっくり弾きましたけど、目標のテンポはですね、まあ、220って言いましょうか。このぐらいかな。ピッ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 。ちょっと早い。ね、こんな感じで弾いてみてください。で、もうちょっと俺いけるぜっていう人はですね、240ぐらい、てて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 、
けたかな。じゃあまあ最初はね、まずゆっくりで。で、だんだん速くしてて、難易度も、速くするともちろん難易度も上がってくるので、どんどん難しくなっていきますので、挑戦してみてください。で、YouTube はですね、もう本当に無料のね、レッスンみたいな感じで、いろんな動画からいろんなことを学ぶことができると思うので、いろいろ参考にしてみるといいと思います。でね、面白いものですね。自分で学ぼうと、探そうとしている時に限ってですね、いろいろと興味あることに対して、情報とか、いい出会いがあるんですよね。だけど、探そうとしてないと、全然出てこないんですよ。だから、そういう人に限って、探そうとしてない人に限ってですね、ああ、いい情報ないなとか、ためになる記事ないなとか、いたりするんですけど、どう探そうとすると、いろんなものが、あ、これ、なんかこういうこと、これ関係してたんだみたいな、もうどんどん目から鱗のことがたくさんあるので、もっと貪欲にね、情報をね、集める努力をしてみてください。たくさんネットに落ちてます。もしかしたら間違ってる情報があるかもしれません。僕が今日言ったことも、もしかしたら間違いがあるかもしれない。そこはね、疑って自分でこう、それこそそれもネットで探してみると、あ、これマクタノさん間違ってんじゃねえかって、何言ってんだってなると思いますね。もう自分で、探すのもいいと思います。ただ、動画参考になるのたくさんありますので、素晴らしいギタリストもいるし、素晴らしいレッスン動画もたくさんあるので、参考にしてみるといいと思います。では、アコギ楽しんで弾いてみてください。次回の動画もお楽しみに。マクタロジャでした。バイバイ。